韓国サッカーの伝説パクチソン JS ファウンデーション理事長も新型コロナウイルス感染症で苦しんでいる人々を支援するための善行に参加した。緑の傘子ども財団は6日、パクチソン JS ファウンデーション理事長が妻キム・ミンジさんと共に、新型コロナ拡散事態による被害児童の家庭緊急支援のため講演金1億ウォンを寄付したと伝えた。 パクチソンキム・ミンジ夫妻の寄付金は地域児童センターが退居休館し、学校の新学期会支援機で、うちの中だけで生活しなければならない児童らを支援するための緑の傘子ども財団事業に使用される予定だ。パクチソン JS ファウンデーション理事長は、新型コロナ被害が大きいテグキョン山腹と地域の脆弱過程だけでなく、 同じような困難を強いられている他の地域の脆弱家庭の児童に対しても国民の皆さんと関心を共にしたいとし、寄付の背景を伝えた。続けて、たとえ母国を離れて英国で暮らしているとしても、困難に直面した児童らに少しでも力になればと思うと伝えた。